はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は1試合でやらかしすぎてしまった選手たちをご紹介します。野球というスポーツはまあ当然ですけど、いい日もあれば悪い日もある、失敗がつきもののスポーツです。それはどんな偉大な名選手だってもそうですよね。なんせ MLB はレギュラーシーズンが年間162試合もあるわけですし、むしろ失敗しない方がおかしいくらい、こればかりは仕方のないことです。ただとは言ってもさすがにこれは派手すぎるというか、このレベルのやらかしは結構インパクト強いなという例もまあいくつかありますので、今回はそんなド派手すぎる1試合での大失敗をいくつか見ていきましょう。はい、まず一つ目は2016年6月22日、当時ナショナルズに在籍していたマイケル・A・テイラー。外野守備の名手として知られ、2021年のロイヤルズ時代にはゴールドグラブ賞にも輝いたことのあるテイラーですが、この日ドジャース戦に1番センターで先発出場。しかし攻守に全くもって何もかもがうまくいかず、打っては5打数ノーヒット。しかも5打席連続三振といいところなし。そして極めつけは守備でも大失敗をかましてしまいまして、ナショナルズ1点リードで迎えた9回裏、ワンアウト1塁でヤシエル・プイグがセンターへヒット。ピンチ拡大、逃げ切れるか怪しいかもと思いきや、センターのテイラーがこの当たりをまさかの後逸。ボールが外野を転々としている間に同点のランナーのみならず、バッターランナーのプイグまで一気にホームまで帰ってきてしまい、まさかの形で逆転サヨナラ負け。ドジャース側の実況ビンスカリにも、打っては5打席連続三振、守ってはチームを直接敗戦に導くミスをしてしまったことを指摘されるくらい、とにかく何もかもがうまくいかない試合でした。二つ目は2007年7月29日、当時ロッキーズに在籍していた先発投手ジェイソン・ジェニングスのお話。同地区のライバルパドレス戦に先発登板したジェニングスですが、しかし初回からパドレス打線に捕まってしまい、2アウトを取るまでに早々に3失点。ただあと一つ取ればひとまずイニング終わりというところまで来ましたので、どうにか悪い流れをそこで断ち切りたかったのですが、そこからがまあ長かった。フォアボール、ヒット、ツーベース、ホームラン、ヒット、またもホームランと、むしろパドレス打線の勢いに油を注いだような形となりまして、初回を持たずにノックアウト。結果わずか3分の2回で被安打8、失点は大台の2桁に乗る11失点。これは MLB の歴史においても珍しい記録だったようで、1回未満で降板した先発投手としては史上最多失点だったとか。この大炎上により、7月下旬にもかかわらずジェニングスの防御率は試合前 4.74 だったのが、たった1試合で一気に 5.99 まで悪化しています。続いては史上最悪のデビュー戦ということで、2002年4月14日、当時マリナーズに在籍していたロン・ライトを見ていきましょう。この日のレンジャーズ戦、7番 DH で先発出場したライトですが、実はこの日が MLB デビュー戦。さぞ張り切ったことでしょうが、しかしこれほどまでに苦しいデビュー戦は他にあったでしょうかね。第1打席はベテラン左腕ケニー・ロジャースのインコースに手が出ず、見逃し三振に倒れると、4回の第2打席はノーアウト1・3塁と絶好のチャンス。メジャー初ヒット、初打点をいっぺんに達成したいところでしたが、ライトの打球をロジャースが好フィールディングを見せ、まず2塁フォースアウト、さらに判断に迷った3塁ランナーのまずい走塁も重なり、3本間で挟まれた後にタッチアウトで2アウト。そしてなぜか無謀にもその間に2塁を落とし入れようとした、バッターランナーのライトもタッチアウトとなりまして、まさかまさかのトリプルプレー。6回の第3打席もノーアウト1・2塁で回ってきますが、ショートゴロで今度はゲッツー。7回に代打を送られ途中交代となってしまいました。そしてなんと悲しいことに、これがライトの MLB のキャリアで唯一のゲームともなってしまいました。投打にいいとこなしだったのは2013年8月24日、当時フィリーズに在籍していたキャスパー・ウェルズ。ダイヤモンドバックス戦8番ライトで先発出場したウェルズですが、この試合は最終的に延長18回までもつれる長いゲームとなったものの、打っては7打数ノーヒット4三振、かろうじてフォアボールを1個選んだのが救いですが、打撃面でまあいいところはなかったと。そして18回までゲームが続いたものですから、フィリーズは最終的にピッチャーを使い果たしてしまい、18回から仕方なくウェルズがマウンドに上がることに。イニングの先頭2人を抑え、ヤシピーが延長をあっさりしのぐのかと期待したのもつかの間、そこから3つ目のアウトが遠く、ヒット3本とフォアボールを3つ与えての5失点、ウェルズの失点が重くのしかかり、この試合フィリーズは敗れてしまいましたんで、ウェルズが敗戦投手ということにもなってしまいました。チーム事情でやむを得ずマウンドに上がりましたので少しかわいそうな部分はありますが、延長18回まで戦って打っては7タコ、投げては5失点で敗戦投手はなかなかきついゲームですね。ピッチャーがその回を3者連続3球三振に抑えることをイマキュレートイニングと呼びますが、
バッター版のイマキュレートイニングがあるのであれば、2015年4月7日、当時アセチックスに在籍していたブレット・ローリーが当てはまるかもしれません。レンジャーズ戦6番サードで先発出場したローリーですが、この日は4打席連続三振と全くいいとこなしだったのに加え、4打席すべて3球三振と驚くほど何もできませんでした。イマキュレートイニングは3者連続で3球三振で達成ですので、なんならローリーの記録はイマキュレートイニングをも超える記録を、まあしれっと打ち立ててしまいました。4打席連続三振自体は全然あり得ると思いますが、すべて3球三振という点で、まあちょっとびっくりな記録ですよね。1999年4月23日、当時ドジャースに在籍していたパク・チャンホは、今なお歴史的とされる偉業をアシストしてしまったかもしれません。カージナルス戦に先発登板したパク・チャンホですが、2回までどうにかゼロを並べたものの、3回にカージナルス打線に一気に捕まってしまいます。味方のエラーも重なった部分もありましたが、この回崩れてしまって一気に11失点、3回を持たずにマウンドを降りることになってしまいます。いきなり1イニング11失点する時点でもだいぶパンチが強いですが、特に1人の選手にかなりいいようにやられてしまいました。現在パドレスで活躍しているフェルナンド・タティス・ジュニアのお父さんであるフェルナンド・タティスにこの回だけで2本の満塁ホームランを許したんですよね。タティスの1イニング2本の満塁ホームランは MLB 史上初にして今なお史上唯一の記録。ピッチャーからすれば満塁ホームランを打たれるだけでもかなり悔しいでしょうが、それを同じ選手に2本も、しかも同じイニングに許して悪い意味で歴史に名が残ってしまいました。続いて2003年6月1日、当時ヤンキースに在籍していたフアン・リベラはチームの勝利確率をとにかく下げまくったことで有名です。タイガース戦8番レフトで先発出場したリベラですが、延長17回までもつれたこの試合、7打席6打数ノーヒットに終わってしまいます。まあそれだけなら単に打てなかったで終わるんですが、この日のリベラはとことんチャンスで結果出なかったんですよね。まずワンアウト1、3塁で迎えた2回の打席、ダブルプレーでイニング終了。まあまあこういうこともありますよね。で、延長10回、今度はワンアウト満塁で打席にリベラ、1打出れば勝ち越し、一気に勝ちが近づく打席です。ダブルプレーでイニング終了。ありゃまと。そしてこれだけでは終わりません。延長15回、ワンアウト1、3塁、今度こそクラッチヒット。まあわかりますよね。ダブルプレーでイニング終了です。ここで打ってほしいという場面でことごとく結果が出ず、結果として WPA という意味では、この試合のリベラはマイナス 0.82、つまりたった一人のプレーでチームの勝利確率を 82% も押し下げたことになります。1試合の記録としては MLB ワースト2位の不名誉な記録ですが、ただ幸いなことに、ヤンキースはそれでもこの試合を制しています。最後は1試合で何度も失敗したわけではないんですが、やらかしの場面があまりに致命的すぎた選手として、1986年10月25日のワールドシリーズ第6戦、当時レッドソックスに在籍していたビル・バックナーも有名ですね。レッドソックスは2000年代に入ってから4度世界一に輝いていますが、それ以前はというと、長年世界一から遠ざかっていた時期がありまして、1918年からなかなか栄冠に手が届かなかったと、最後の栄冠がちょうどベーブ・ルースをヤンキースに放出した時期と被りましたので、バンビーノの呪いと呼んだりもしていましたが、それが本格的に叫ばれるようになったのがこのあたり、レッドソックス3勝1敗で迎えた第6戦、延長10回に2点を勝ち越し、悲願の世界一まであと3アウトまで迫ったレッドソックス、簡単に2アウトとはしたものの、そこから締めくくれ3連打で1点差、さらには冒頭でついには同点に追いつかれた後、ムーキー・ウィルソンのボテボテのゴロをファーストのバックナーが痛恨のトンネルでサヨナラ負け、レッドソックスはその後第7戦も落としてしまい、世界一を逃してしまいます。バックナーはシーズン終盤から足の怪我を抱えた状態でのプレーとなっていて、それがあのトンネルに繋がってしまったともされていますが、あまりに悲劇的な敗退ゆえ、その後レッドソックスが2004年に呪いを打ち破るまで、その象徴的なプレーとして語り継がれることになってしまいました。ということで、いろんな意味で記録にも記憶にも残る失敗ぶりをいくつか見てきました。まあなかなかこのレベルで派手に1試合で失敗することはないかもしれませんが、それでもプロ野球選手はこういう辛いゲームがあったとしても、基本的にはまた次の日も試合があるわけで、気持ちをリセットしてまたゲームに出る点は、波のメンタリティでは務まらないでしょうから、そこはすごいですよね。こういうのは他にもありそうですが、皆さんにとって印象に残っているものがあれば、そちらもまたぜひ教えていただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。